腹ペコアザラシと申します。信長の野望神聖、難易度は上級、シナリオは夢幻のごとく、選択大名は真田。第6回を始めさせていただきます。前回は織田との決戦に勝利し、上原城、高遠城を奪取したものの、徳川、織田に攻め込まれているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。まだ来るもんな、しつこいな。徳川は織田と争ってればいいのに。徳川と織田同盟とかじゃないよね。同盟じゃないですね。いやー、結構厄介だな。出浦さんは国衆取り込みしていきましょう。始めようぞ。出浦さんはなんとかね、取り込んで部下として使いたいとこですからね。まあ1500の戦力ちょっとね、どうするかっていう問題はありますけどね。で、あとは兄さんのところも考えシールを立てていきましょう。はい、では進めていきましょう。戦となるぞ。はい、合戦か、やっていきましょう。始めよう。ここもね、あっさり勝っていきましょう。はい、乃木口破壊で優勢勝ちでございますと。はい、退路封鎖。さすがいいのお香りですね。固有戦法食らっちゃったんで結構ダメージ食らっちゃいましたね。人をよろしいか。北条家の信用100と防衛できる。あ、仲介ができる。どこと仲介できる。あ、織田家と仲介できるか。いいよいいよ、織田と仲介してもらいましょう。織田とまで戦えないですからね。って言ったって織田から上原と高遠を奪ったんですけどね。で、あとはこの部隊を倒せば OK ということで、とりあえず上原に戻りましょう。まだ30日分、なんとかなるか。いやー、攻略目標ね、やりたいですけどね、そんなことやってる力はまだ僕らには残ってないですね。織田、徳川に攻め込むんじゃないか。策の仕掛けどころぞ、我らがものとします。こちらもちょっと先に進んで戦いましょう。準備をじゃないと兵糧が足りない。よし、5部隊3部隊結構ここ正念場よ。ここは見ていただきましょうかね。5部隊3部隊ですからね。しかも家康の部隊がいるからな。で、こちら真ん中のコブの要所を取るために正幸と幸村でいきましょう。では進めていきましょう。開戦です。相手は国衆の部隊なので、矢沢さんでこのように動こうかな。で、信行さんで右翼を抑えに行きましょう。では進めましょう。多分コブに殺到するはずですね。やっぱりそうですね。そしたら矢沢さん、裏からコブのところに行ってもらいましょう。さあ、一番槍だよ。で、騎馬突撃で強撃と、まあ、これは強撃はお互い様になる感じかな。で、矢沢さんも突っ込んでもらいましょう。で、まずは雪村の戦力は少し下げて休ませましょう。で、裏から矢沢さんが強撃を仕掛けに行くと。はい、要所制圧。さらに能力値アップ。ちょっと矢沢さんが
兵力少ないから少し下がりましょうかね。では雪村前に出しましょう。で正行が下がりましょう。あー表裏引きを出しちゃうか。うん、制圧かかった。撤退出した。そしたら正行でコブの容赦を落としましょう。コブの容赦はとっとと落としましょう。いいよ。で雪村で、いや正行で、いや雪村だな。やはり雪村で北に向かって強撃を仕掛けましょう。これで直虎も終わりですね。でその間正行は兵力を体力を回復させましょう。あー混乱不要か、厳しいな。家康は全然動かないですね。混乱は強いからな。いやー六文銭がかかりましたね。うん、これで壊滅だ。はい、いいな、直虎壊滅。そしたら矢沢さんは休ませて、雪村もここで待機。多分家康は戻るはず。軒口を守り、守らないんだったらそのまま落としましょう。守らないですね。正行もちょっと進めましょうかね。で雪村もちょっと信行も前に進めましょう。おっとさすがに戻りましたね。そしたらここで雪村待機ですね。正行も前に出しましょう。どうかご命令。では進めていきましょう。あとは六文銭がたまったら一気に強撃を仕掛けていきましょう。いくら家康と言ったって表裏引き落と六文銭のねダブル攻撃だったらね一気に落とせるはずですからね。よし、一気に行きましょう。まずは表裏引き落、いや三河魂が入ったか。北斗味わうがよいわ。で表裏卑怯が入って、よしよしよし、混乱不要で強撃が入ると、で六文銭も入るといいんじゃない。いやいくら家康とはいえね、体力がガシガシ削られてますね。これは見逃せるぞ。よし、これでもう家康も抵抗できる力が残ってないですね。いやーなんとかこれで家康の進攻も防げたかな。はい、撤退。これで勝利ですね。いやーなんとか勝った。新府城までいけるかな。全部対撃か。あ、ダメだ、兵糧がないんだった。すぐにね浮かれてね進行しようとするのは良くないですね。秘伝には伝えられるな。では全開放です。このご恩は忘れぬ。であとまだ2部隊来ると。まだ来るのか、しつこいな。上原城戻りましょう。もうさすがに引いてくれないかな。あと3部隊か。兵糧もこちらも、まあでもギリギリなんとかなるか。ぶつかるまで少し待ちますかね。考え水路基礎福島たった。であとは高遠城ちょっと整備。そっか、城主がいないからできないのか。そしたらこちら考え水路を立てていきましょう。
喜んでかかりましょうぞ。では進めていきましょう。あとはこの3部隊さえ倒せれば戦となるぞ。夫人を、よし、5部隊3部隊これでようやく徳川の魔の手から守りきることができますね。さあここもちょっとね見ていただきましょうかね。さてさて、信之兄さんがだいぶ減ってるので正幸と入れ替えていきましょう。では回戦です。まずは矢沢さんでこちら左翼の拠点を落とし、こちら707の部隊の矢沢さんでこちらコブの北の方に向かいましょう。で信行幸村、正幸雪村でコブを抑え、信行は右翼の拠点を落としていきましょう。では進めましょう。うん、やっぱりコブに来ますね。見せてくれ。一番やりですね。一旦取らせるか。待っておりました。その方がいいと思う。はい、まず矢沢さん捕らえましたね。で騎馬突撃が入った。ただ要所制圧と。でコブの方を攻撃していきましょう。一旦下がりましょう。待っておりました。はい、信之兄さん落としました。そしたら軒口の方に向かいましょう。酒井忠次がね戦ってますからね。よし、ではまずは奥平さんを倒しに行きましょうかね。防御力低下、やばいやばいやばい。早く信之行ってくれ。はい、表裏卑怯で攻撃がかかったと。酒井忠次がこれで撤退するはずだ。よし、いいんじゃないか。ここでちょっと待機しましょう。はい、奥平さん撤退。では矢沢さんで大久保さんに当たりましょう。で雪村は下がりましょう。わしの軍略、今ここで使うべきものよ。はい、大久保さんも撤退と。では矢沢さんで逃げましょう。正幸も待機ですね。こう進めるぞ。お、コブが使えるので使っておきましょう。勝てましょう。はい、コブを使ったと。これで体力回復で、正幸でここまで行きましょう。あとは酒井忠次を倒すだけですからね。で雪村が信行兄さんのところまで行きましょう。さあ、あとは表裏卑怯も六門戦も入ってますから。危ない危ない危ない、その前にぶつかるところだった。さあ一気に行きましょう。今コブたまったって仕方ないって。まずは表裏卑怯で混乱状態と。でさらに六門戦、いいよ、ダメージ入れた。あとは酒井忠次討ち死にさせないように。よし、撤退出した。いやー、これで徳川の魔の手から守りきりましたね。はい、全部隊撃破。いやー、なんとか勝った。これで徳川が攻めてくる部隊はないので騎乗しましょう。よし、論功行賞していきましょう。もうみんな侍大将ですね。では地行で上原城、上原城は信勝かな。
で、あとは高登場は鈴木重則さん。いやー、本当はね、大官のまんまにしときたいんですけどね、どうしようもないですね、武将がいないから。で、あとは1000まで金銭収支がいったので制度改新していきましょう。信之受けたまわりました。プラス裁量権以上、ようやく念願の裁量権以上までできるようになった。よし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 、これでいいんじゃないか。で、あと外交親善で好条件、あ、しまった、政策をやってしまったから動かせる人がいなくなっちゃいましたね。では進めていきましょう。いやー、念願の制度改新ができるようになった。で、外交親善やっていきましょう。信之さん、お願いいたします。また国境紛争を起こしてるよ。まあ合戦で一回勝利する採用はしていくけど、国境紛争ほんとやめてほしいな。正幸は国衆取り込み実施中か。国衆取り込みはあとどれぐらいで終わる？結構かかるな。よし、裁量権以上ようやくできた。これでようやく裁量権以上ができるけど、とりあえず委任にしとくか。内政進めてほしいからな。でも櫓なんか立ててほしくないんだよな。まあいっか、立てさせるだけ立てさせて後で考えするように変えればいいですね。あとは二段詰め状、まあ二段詰め状でもいいけど、考えすぎるが本当はいいんだよな今の段階だと。まあとりあえず立てさせるだけ立てさせましょうかね。さてさて、あとは国衆取り込みを正幸が実施してくれたらっていうところだな。いかがだったでしょうか。いやー、なかなかね進まないですね。やっぱり織田とは停戦しておりますが、まあ、停戦もそのうち切れますし、南からはね、徳川が攻め込んでいて、で、北にはね、上杉がまだ北条とは争いながらも健在ということなので、ほんと少しずつしかね、領土の拡張、まあ、今回に限って言うと領土の拡張はちょっとできませんでしたね。ずっと防衛戦に暴殺されてましたからね。次回には、上杉、もしくは徳川、まあ織田は無理でしょうから、その辺りに攻め込めればなと思っております。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。